阪神マジック29点灯、岡田監督の嬉しい誤算。阪神が16日、マツダスタジアムでの広島戦に5-3で逆転勝利し、ゲーム差を8に広げて優勝マジック29を点灯させた。先発の大竹耕太郎が1回に失点したが2回に集中打を浴びせて逆転。桐敷拓磨、岩貞優太、岩崎優が無失点リレーでリードを守り切った。岡田監督は佐藤輝明をスタメンから外すなど我慢采配からあれへ向けての勝負采配にシフト。残り37試合にラストスパートをかける。もう広島と一騎打ち穴岡田監督が、相語ったのが、怒涛の10連勝の序盤戦の8月5日、横浜 DeNA に連勝した夜だった。その時点で横浜 DeNA とは、8ゲーム差がつき、2位の広島とは 1.5 ゲーム差だった。開幕前に岡田監督は評論家なら横浜 DeNA が優勝と公言していた。横浜 DeNA は、タレント揃いの強力打線に加え、WBC の決勝に先発した今永、サイヤング賞のバウアーまでを要していた。その横浜 DeNA に今季のハマスタで1勝もできていず連敗記録は13に伸びていたが、結果、3盾を食らわせて V 争いから脱落させ、ターゲットを広島に置き換えていた。だが阪神が10連勝と突っ走っている間に広島は引き分けを挟んで6連敗と失速。ゲーム差は8に開き、直接対決は、緊迫した首位攻防戦ではなくなり、虎が V マジック点灯を狙う戦いへと変わってしまった。この早すぎる展開は、岡田監督にとってみれば、想定外の嬉しい誤算だったのかもしれない。残りの試合もできることをやりきる采配楽しみにしています。今季は阪神ファンは楽しくて仕方ない。今年の阪神は勝つべくして勝っていると思う。中継ぎにこれ以上故障や離脱者が出ないことを願う。阪神は、大砲はいないでも、一人一人が、自分の果たすべき役割を理解し、チームとして機能している結果だと思う。監督も選手もすごいわ。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。